はい、皆さん、ステラジは山亮と申します。スターステルプレゼンツ、ウェブレディオプログラムステラジ、今日第6回目放送かな、なってると思いますけど、すいません、ちょっとね今日は短めになると思います。というのもね、ちょっとね時間がねなかなか取れない、仕事がねちょっとね、何やかんと残業が入ったりしてましてね、その兼ね合いでですね、なかなか収録時間をポッと作ることができなかったんで、ちょっと今昼休みの間にちょっと5分10分だけちょっと喋って、やっとこうかなと思います。で、いやー、まあね大変でしたよ。言うてね、花粉症がね来てるのもね来てるんですけどね、まあ一番きつかったのはね何かって言ったらあれですね、資金繰りの方がね、まあ本当に厳しくて、もうあれですね、もうこうなったらね、もうやけくそで、もうね最底辺兼、もうね、多重債務系 YouTuber とでも名乗ってね、やってったろうかなというね、もうね本当借金返済系 YouTuber とかそういう系でいったろうかなというね、風にもね思うぐらいに、まあしかし今月きつかったけど来月とかやばいですからね、今からねちょっとどうやって資金繰りやろうかって言ってね、まあいろいろと飛び回ったりして、ちょっと休みもねなかなかゆっくり家で、編集作業も、することができず、走り回っておりますね、っていう感じですね。いやー大変ですね。で、ただね、数までちょっと上げとかないといけないんですよね。ちょっとなんかわけのわからない動画いっぱい上がってると思うんですけど、ちょっとね、まあ暗中模索をしているといえば暗中模索をしているんですけど、瞑想しているとも言えるんですけどね、どういう状況かというと、企画でですね、動画を見てもらってるかな、なんて言ったら、最底辺 YouTuber を俺らっていうね、シリーズでやってます、YouTube 最底辺チャンネル王決定戦っていうね、やつやってるんですけど、まあ、あれでね、まあ、私が今チャンピオンなんです。最底辺のチャンピオンキングです。はい。なっておりましてですね。で、まあ、挑戦者を迎え入れるって形でね、まあ、いろんな1000人未満のね、チャンネルさんを紹介するっていうね、ようなプログラムになってます。で、まあ、最終的にはね、私がさ、ね、その最底辺プリでね、負けて、私がまた最底辺を名乗るというですね、最底辺チャンピオンを名乗るっていう企画なんですけどね。これがですね、最近なんかこれをやったからですね、なんかおかげさまで110人までね登録者様が増えていただきまして、おっとこれはまずいと、いうのは、登録者数に対する動画の投稿本数でね品質を測ろうというやり方をやってるんで、これ10人ねポンと増えていただけるとね、まあもちろん増えていただくのありがたいんですけど、この、企画的にはね、ちょっと成り立たなくなるんで、そうすると10人増えたってことは、これ50本動画作らないといけないんですよね。うちのその計算的にいくと、そうしないと、負けてしまう恐れが出てくると、いうことなんで、もうとにかくね、動画をとりあえずね、もう適当な編集って言ったら、申し訳ないですけど、もう低編集でですね、もうバンバカバンバカとりあえず上げれるもん上げてっております。で、いう感じでやってますね。普通ならね、チャンネル分けてやったりするところなんですけどね、1日3本以上の投稿っていうのはね、実は効率が悪いというか、通知が出なかったりするんで、あんま良くないんですよ。ですから普通はやらないんですけど、あえてもそれでもね、どん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 上げていくような形でね、とにかく量を移そうと、いう形でね今やらせてもらってます。そんなことなんでね、ちょっとなんかもうわけのわからん動画がいっぱいあると思うんですけど、興味なかったらもう全然ね飛ばしていただいて、結構いろんな趣味の方が集まっていただいてます。まあもともとちょっと分かれてますからね、郵便関係を見ていただいて来ていただいてる方、まあリアルでね、お付き合いがある方で、ね、登録いただいてる方で、とかね、あとは、旅行動画ね見ていただいて、意外とだから静岡の動画が伸びてる兼ね合いでか、静岡の方から登録を結構いただいているような、感じもありますね。ありがとうございます。まあね、他のところとかもねいろいろ行ってますからね、そういうところで、入ってきていただいている方ね、旅行系チャンネルみたいな感じで入ってきていただいている方ね、いろんな方いると思いますし、まあ今ね、よく私もその副代表のね、裏代表のやつとかね、副代表は別でいるんですよ、裏代表とは別で、裏代表の方からね、言われているのは、サークルのね、コンセプトがわからんってことね、
そのチャンネル の, そのどういうジャンルのコンセプトでやるのかわからんって言われて、あのよくあのこっぴどく怒られてるんですけど、まあ、あのうちのチャンネルとしてはあの逆にそのノンジャンルっていう形のところが少ないんで、逆にそれでいこうっていう形でやってます。っていうのはサークルの基本方針が、まあ、うちあの、コンプリヘンシブクリエイティングサークルってね名乗ってます。コンプリヘンシブっていうのは広範囲のとか広域的なっていう意味で、まあ、いわゆるね、あの、モットーとしてはね、あの、ゲームからカレーまであまねくね、創作をクリエイトしますってね、歌ってます。何でもやりますよっていうね、のが、まあ、うちのサークルの、基本戦略になってますので、なので、チャンネルの方もね、まあ、政治だけはね、もうちょっと悪いけど、政治の話なんていうのはタイトルも見たくないってね、意見が多いんで、ちょっと今、避けさせてもらってますけど、うん。で、すいません。あっちの方、ちょっと更新がね、なかなかできない。こっちの方のちょっと更新をね、上げてね、とにかくちょっと、数を打って、収益化をね、今目指してますんでね、そこに向けてちょっと手を打たないとね、本当に財布がまずいぞと、いうことになってますんで、ある程度ね、投資をしてますからね、20万近くのパソコン買ったりとかして、ね、した金合いでですね、まあ、ぶっちゃけ250万ぐらいいってるんですよね。うん。負債の方が。これがね、結構来てるんですよね。うん。まあ、正直言うと、交通事故を起こしましたよね。まあ、後でちょっと一気に増えました。収入が減ったところで、ちょっと急な満タイの出費がそれでポンポンポンと重んだんで、元金ね、なんとか減らしとったんですけど、もう全部、ドーンと行っちゃいましてね。で、こっからさらに、手取りが減る計算になってるんでね。まあ、本気でまずいんですけどね。これはね、これだけでね、またちょっと動画上げようと思うんですけどね。これ、いや、これはまずいぞと思ってね。どうしようかなって。まあ、よくね、広告で入るやつあるじゃないですか。債務さるよとかね、言って、で、過払い金のね、返済は、当時、弁護士事務所へ無料相談受け付けますとかやってるじゃないですか。で、あの手のやつやったら多分普通に多分電話かけれるんでしょうけど、あれまあね、ここで言うとなんかその手のスポンサーさんがありないそうですけど、まあちょっと事情があって、それをするとちょっとまずい事情があるんですわ。プライベートの、ちょっと別の事情でね、ちょっといろんなお付き合いの事情がありましてですね、ちょっと、そこに行くとですね、ちょっと、本格的に人生が終了になってしまうんで、私の場合。ですのでね、公共のね、ところでね、ちょっと相談できやかなと思ったら、相談窓口があるんですよね。四日市市も持ってます。三重県も持ってるんですよ。で、金融庁のホームページ行ったらね、いろいろと相談窓口センターが載ってたんでね、ああ、ちょっとここにちょっと相談しちゃうと、ちょっと本当に来月まずいかなと、いうふうに思ったんで、電話かけようと思ったらですね、なんと電話がかけれないと。電話が止められたんじゃないですよ。電話の督促が来ましたけど、あれは払いましたんで、無事、電話回線は生きてるんですけど、そっちじゃなくてね、今ね、その、窓口の電話のね、受付時間が平日のみ、まあね、これはまああるんですけど、朝の9時から16時までなんですよ。で、もうこの時点でだいぶ厳しいじゃないですか。うん。ね。で、5時以降にしか終わりませんからね、仕事が。で、昼間にかけようかなと思ったら、12時から13時の間、昼休憩のために受付をしてないですね。おっと。で、うちの場合、仕事によっては、ちょっとね、仕事の合間にね、ちょっと電話、かけさせてくださいとかね、できるところもあるんですけど、今ね、今のところの場合は基本的に LINE にぴったり貼り付く形なんで、電話のためにちょっと外れるとかができないんですよね。これがね、おっと、あれこれ積んだんじゃないかと、相談ね、一つできるとね、大きく変わってくるんでしょうけど、あれこれ物理的に相談できなくねっていうね、ところでね、おお、どうしようってことは、とにかく金を作るしかねえってことでね、とにかくもう、お金作りに奔走してますし、もう、食品ももう今、だいぶ、最低レベルの、まあ、一つ上までは来てますね。まあ、今までの最低レベルのところで言うと、
で今もやしを炒めて、もやしを半分、炒めて塩コショウをかけて食べるっていうね、醤油をたまに醤油をかけたりとかしてる。マヨネーズも買いましたよ。普段ねマヨネーズそんな好きじゃないんで買わないんですけどね、カロリーが高いじゃないですか。コスパいいじゃないですか、カロリーの。なんとかカロリーを確保しないといけませんから、それをねちょっとマヨネーズちょろっとつけたりしてね、それでご飯かっこむとかね、やったりとか、まあまあとりあえずまだ米がありますんでね、それでご飯があるんでなんとかなりますしね、そこはなんですけど、まあ一番やばかった段階はもう米もなくてあれですからね、ガスも止められて、もやしの10円で買ってきたもやしを半分、皿に盛り分けて塩を振って、生のね、もやしをもしゃもしゃ食べるというね、あの頃は本当になんか無心でしたね、うん、ガス止められたんで風呂も入れねえしね、結構きつかったですあれ、でそんなこともありましたけど、まあなんとか今ガスは止められてないんで、ね、火で炒めるというのは人間のね、最低限文化的な行為だと思ってますんで、であれもやしね炒める炒めないでね全然ねなんか立地感変わりますからね、うん、そういうようなところもありましたけどね、うん、まあそんな感じなんで、まあそっちの方とかもちょっとドタバタしながら、まあ多分相当低品質なの打ちますし、ね、これは予告というか予定ですけど、今週中に収録ができたらいいんですけど、怒涛の100本撮りやります。何かというと、まあ、新ネタがもう何が売れるかわからないんで、とにかく、新ネタ100本紹介っていうね、ネタをやります。とにかく新ネタを100本考えましたんで、それテロップを作りました。なんで、それを、一個ずつ紹介してって、100本撮りして100個並べますんで、なんか、皆さん のアンテナに触れるものがあったら、それにね、コメントとかいいねいただいたりとかしてね、もらったら、それを優先的にね、紹介していくという形でやっていこうかなと思ってます。まあ、その前に、事業継続かね、チャンネルの継続ができるかどうかという瀬戸際なんでね、本当に、申し訳ないところではあるんですけど、うん、まあ、ね、まあ、こればっかしはね、自分の能力のなさがね、もうすべての身のサビになってますんでね、うん、まあ、いろんなね、本当に。まあ大変なことになってますと、いうことでございます。ちょっととりあえずまあこれぐらいでね、ちょっと本当に雑談だけになってしまいましたけど、まあこんな感じで、これだとよもやま雑談なのか何なのかって話なんですけど、まあいろいろごっちゃ混ぜて喋ります。よもやま雑談は一応雑談って言いながら、一応それなりのテーマをねがありますからね、まあ一応週一更新こっちの方やってきますんで、またよろしければお付き合いお願いします。でまあ一応ニュースねパッと見てね思いついたやつはね、ちょっとキャプチャーで撮って、ゲームでね最近キャプチャーの撮り方とかもねだいぶやってきましたんで、秋の方をニュースの配信にもねちょっとつなげていこうかなと思ってますので、よろしければねそちらの方も、ご愛顧いただければ、それはまあサブチャンネルの方でやると思いますし、こっちの方はこっちの方で、地域の情報に関しては4つ目っていう形なんで、こっちの方でやるか、まあもう雑談は全部向こうにしてもいいかなと思ってますけどね、まあよろしければ両方ね、日本邦画のチャンネルとね合わせてご登録いただければ幸いでございます。ということでね、とりあえずこの動画というかこのラジオね、スターステルプレゼンツウェブレディオプログラムステラジ第6回放送、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。またね、メールアドレスとかねうまいこと作れないかなと思ったけど、ちょっとね作るのなかなか大変なんでね、まあうまいことちょっとラジオっぽくコーナーとかもね考える前にジングルとかも作ったりとかね、いろいろね考えてはいるんですけど、なかなか、身一つに、まあ資金繰り、エンディングに走るので忙しくてそっちまで回ってませんけどね、すいませんという形で、まあいろいろちょっとまあ少しずつでもね、やっていければね、まあ、改善って大事ですからね、そう、うん、今解約の方に向かってる気がするのは私だけではないと思いますけどね、はい、ということでまあとりあえず今回はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。そろそろお時間なんでね、どうもご視聴ありがとうございました。